ちゃん。こんにちは。はい。はい、豊さん、はい。今日も三連戦を振り返るの時間です。はい。はい。ねえ、まあ、最近はまあ梅雨もそうなんだけど、猛暑というよりもちょっと天候不順が多いな。多いし、雨上がってムシムシの猛暑とか、ちょっとコンディションはやっぱ相変わらず、まあ、あんまり良くないね。厳しいですかね。もう夏まだね、これから長いですけど、まあそうだ、今から思いやられますが、はい、まあ今日も三連戦の振り返り、看板やちいちゃんよろしくということでね。はい、よろしくお願いします。はい、はいはい、セリーグ行きます。はい、ちょっとね、今回三連戦だったところっていうのは、はい、DeNA と中日だけだったんですよね。そうだね、ここだけね。はい、はい、で、広島とジャイアンツの試合が1試合、はい、雨で途中でノーゲームになってしまったゲームが1つあるので、はい、結局1試合ということでした。うん、はい、ということで、それは 広島とジャイアンツは巨人が勝ちましたので、巨人が1勝、はい、はい、阪神とヤクルトは阪神が2勝、はい、はい、で DeNA と中日が DeNA の3勝ということになりました。はい、はい、まず広島巨人からね、森下対、山崎より、はい、5対3、うん、巨人ということで、はい、まあこの試合3回に広島が先制する、はい、ね、ワンアウト1・3塁から秋山が犠牲フライ、うん、まあ、サードランナー相澤、はい、ね、ちょっと太ってきたからね、相澤はね。なんかちょっとこの間もそれちょっと豊さん触れてましたけど、まあ、ちょっと走るのかなと思ったら、うん、レフト佐々木、うん、ね、うん、走りましたね、セーフということで、うん、これちょっと送球がものすごいそれてたんだよね、うん、まあ、握れなかったのかどうかわからないけども、もうちょっとクロスプレーに なるかなと思ってたら、ちょっとならずに、まあ、とんでもない球になったというね、はい、で相澤が生還という、はい、で4回、うん、巨人の攻撃、はい、吉川ヘルナンデス、うん、連続ヒット、はい、まあ、ヘルナンデスのヒットはライトへのヒットね、はい、で吉川が一三塁を作るという、はい、ワンナウト走塁でね、うん、ワンアウト一三塁、はい、で岡本が逆転のスリーラン、はい、ね、うん、右方向へのホームラン、これはねやっぱすごいなと思ったのが、うん、やっぱり広島って首位のチームね、これ戦ってる時には、はい、でやっぱこう先制点を取られてる、うん、絶対ゲッツー打っちゃいけないんだよね。そうですね、うん、そしたらやっぱり右方向って岡本も考えたと思うんだよ、はい、まずは絶対に同点に急がなきゃいけないという、うん、で犠牲フライを打ち上げるという意味でもね、はい、でそれで引きつけてライトに持っていったんだけど、うん、これはやっぱ見事なホームランだったね、岡本はね、まあ、それとヘルナンデス、はい、やっぱライトに打って一三塁を作ったということがこういうことになったと思うんだよ。これ一二塁だったら岡本はやっぱり引っ張ろうとか、はい、引っ張ってもとにかくランナーを返すことっていうことを考えたと思うんだけど、うん、この一三塁っていうのが外野フライの気持ちを呼び起こしたし、右へ打とうという気持ちを呼び起こしたよね。なるほど、これがやっぱホームランにつながったと思うんだよ、うん、だから見事なホームランだったなと思って、この吉川ヘルナンデス岡本のね、うん、このつながりっていうのは素晴らしかったなっていうふうに思うのね。なるほど。で6回、うん、小園の内野ゴロ、はい、で1点を取る広島ね、はい、7回は2アウト3塁から、うん、代打上本、はい、見事な同点だったね、これも、うん、外いっぱいアウトロー、はい、もうキャンプとかブルペンでピッチャーが練習するところにピシャーと決まったと思ったのを、うん、見事にライト前持っていったけどさ、はい、まあ、これで同点なんだよ ね、うん、ね、ピッチャーがねケラー投手に変わってるんですよね。そうだね、うんうん、だケラーのあの球も走ってたけどもね、はい、まあ、見事なタイムリーで同点と。で8回、うん、巨人の攻撃、はい、また吉川とヘルナンデスの連打、ね、でヘルナンデスはツーベース、うん、今度はワンアウト2・3塁、はいはい、でここでやっぱ勝ち越さなきゃいけないんだ、うん、そしたら岡本がまたライトに持っていくんだよ ね、うん、今度は犠牲フライでね、こう今度は犠牲フライで、はい、でここでなんだよ、うん、広島、はい、2・3塁で岡本がホームランを打ってるという、うん、まあ、状態も悪くない岡本はね、うん、で一塁が空いてる、うん、次が大城に代わって門脇が入ってるんだよ ね、 そうですね。で満塁にして門脇、うん、これも考えなかったかなと思ってね、うん、うーん、
このまあそのままちょっと状態の悪い島内で勝負に行っちゃったんだよね、はい、うん、まあそれで犠牲フライ勝ち越しを打たれ、ね、この回の頭から島内投手だったんですね。そうだね、うん、で門脇が、まあ、タイムリーで、まあ、2点を取るという、うん、まあ巨人もホームランが出始めて、うん、タイムリーも出始めて、うん、まあ、非常にいい形にはなってきたね、巨人はね。なるほど。で山崎投手ね、はいはい、6回3分の1、3失点、うん、ね、まあ、状態よくはなかったんだけど、はい、まあ、やっぱり粘れる投手になってるなっていうのと、うん、森下、はい、もったいなかったのは7回3失点、うん、この岡本に許したホームランだけなんだよね、まあ、スリーランランナー出てたからスリーランになっちゃったけどさ、うん、まあ、見事な、まあ、投げ合いっちゃ投げ合いだったけど、うん、でもやっぱ岡本のその頭脳が光った試合だったかなっていう感じがするね。はい、うん、まあ広島の方は、うん、まあ、内野ゴロの間とか、うん、まあ、代打がタイムリー打つとか、まあ、必死に食い下がるんだけども、うん、やっぱちょっとホームランが欲しいね。なるほど。末金が怪我してから、はい、ちょっとやっぱ塩梅が良くないかなっていうね。ああ、なるほど、うん、まあ、次の試合の日、うん、雨で中止になったけども、うん、まあ、8番に外国人入れてきたんだよね。だからやっぱりまあ、ベンチの方も、うん、まあ、長打が欲しいのかなっていうね、うん、まあ、そんな感じがします。なるほど、うん、まあ、そうでしょうね。なんかこうすっきり打って取ったっていう点がなかなかないという感じですかね。だから広島は踏ん張りどころだなっていうふうに思うね。巨人は明日から、まあ、首位に並んだ DeNA との対戦が待ってるというね。それは後で触れるけども、はい、はい、次は阪神対ヤクルト、はい、ね、才木大竹、うん、ヤクルトは吉村奥川、はい、まあ、2対1阪神、はい、でサヨナラ勝ち、うん、まあ、阪神が2試合連続でサヨナラ勝ちという ね、 ね、でこれ先行するのは4回宮本のタイムリー、うん、ね、才木からヤクルトがね、はい、先行しました、はい、長岡がランナーで、うん、まあ、才木のフォークボールをライトへ ね、 ね、まあ、宮本が本当にうまく1、2塁間を抜いていったんだけども、才木は、うん、通算防御率は 1.12 なんだけど、はい、ヤクルトに対してだけは 3.70 って、うん、まあ、ヤクルトに対しては相性がちょっと悪いんだよね。なるほど。 かなりですね、その全体の防御率から考えると。そうなんだよ。3点台っていうとね、そう、才木にしては珍しいなと思ってね、うんうん、でそのまま9回、はい、ね、阪神の攻撃、うん、9回ワンアウトから、はい、ね、マウンド上は田口ね、はい、そうですね、バッターワンアウトから野口フォアボール、はい、この野口がね、はい、まあ、キャンプの時から期待されて、うん、1回使われて、はい、期待に応えられず落とされて、うん、また上がってきて、うん、素晴らしい活躍をしてるわけだけども、はい、このフォアボールの取り方っていうのも見事だった ね、 ね、このもね、代打で出てきてっていうところですよね、うん、だから3-1から、うん、待てが出たのかどうかわからないけども、はい、すっと変化球を見逃して、うん、まあ、ストライクだったんだけど、うん、でやっぱこう焦るじゃない、フルカウントになると、ね、やっぱね、低めのボールをすっと見逃して歩くんだよね。これはね、やっぱ非凡なものを感じたよ。なるほど、うん、もうここ代打で出てきて、このフォアボールの後代走っていう形にはなったので ね、 そうね、でもとても貴重なフォアボールでしたね、はい、ただね、動き方がね、うん、岡田監督らしくなってきたね。おお、うん、これ代打強かった時のっていう、うん、はい、代打野口、はい、で続いて代打渡辺、はい、でライトフライ、いい当たりだったんだけどもさ、まあ、抜けなかったんだよね、はい、で取られて2アウトランナー1塁に変わる、2アウトね、はい、1塁に変わる、はい、でまた代打原口、はい、ヒット、うん、で2アウト1、2塁、そうですね、代打坂本、ね、もう全部出してやるみたいな、もう4連続代打ね、そうそうそう、うん、でサードゴロ、あ、もう、あ、終わったと思ったら、北村がエラーするんだよ、これ。ねえ、うん、満塁になっちゃうんですよね。で、2アウト満塁。うん、で、近本。うん、ねえ、ライトへのタイムリーヒット。これが2点ということですね。2点タイムリーヒットになったんだよね。うん、まあ、ライトの丸山のボールがね、うん、
きっちりストライクであれば、まあ、セカンドランナーの 原口が、うん、まあ、アウトになってたかなっていうふうには思うけども、うん、まあ、ああいうね、もう切羽詰まったところで、また阪神ファンがね、うん、阪神の背中を押してる中で、それは冷静にいいプレーができるっていうのはちょっと考えにくいよ ね、まあ、ファンも素晴らしい応援をしてたと思うし、うんうん、やっぱこの代打代打代打でいった迫力っていうのはちょっとあった ね、ただね、北村がね、うん、ベースが横にあったんだよ、はい、だベースを踏んだら終わりだったんだけど、うん、そのベースにちょっとこだわりすぎたね。というのは、というのはボールにね、もう一つ入っていけないんだよ。うん、入っていくとベースが後ろになっちゃうから、なるほど、踏めなくなった時に投げなきゃいけない、うん、だからどちらかというとやっぱりプレーを少なくしたいから、多分取りたかったと思うんだよね、そこの場で、はい、ですぐ踏みたかったと思うんだよ、うん、そしたらちょっと中途半端なバウンドになっちゃってエラーしちゃったけども、でもなんか頭の中一瞬ごちゃごちゃっとなったんですかね、まあ、なったなぁ、まあ、だけどそこまでね、やっぱ追い詰めてったあの阪神のね、うん、まあ、迫力っていうのもあったよ。まあこのね、こういう風なことがあったから近本選手に回ってきて、この奇跡的なね、だから近本に回った時はこれ近本は打つなと思ったんだけど、外野もちょっと深かったね、近本も言ってたけど、うんうん、あ、もう同点覚悟なんだなって、まあ同点はヒットだったら覚悟なんだけど、まあそうですね、なんであんなに後ろにいるんだろうっていうのは感じてたみたい。それはなんでだと、いやー、わかんない弱手に体験は、いや、もうちょっと前だと思うけどね、うん、まあだけど、まあ丸山は肩がいいから、うん、あのセカンドランナーの原口、そういう意味ではちょっと後ろにいたのかもわからないけど、うん、だけどやっぱもう本当素晴らしい打球というか、うん、弱い打球を落としてくれたという、うん、なるほど、うん、だからまあね、うん、すごいなと思ってさ、というようなね、9回にミラクルが待っていた逆転だ、はい、ね、逆転でしたけれども、まあ吉村もね、はい、あ、素晴らしかったんだよ、5回3分の1、うん、88球、はい、5安打、86球、はい、5安打、うん、4三振、はい、3四球の、無失点というね、うん、ちょっとピンチを招いて、はい、山本が2番手に、うん、あの、うん、上がってくるんだけど、はい、まあ、6回にね、うん、里輝、島田を連続見逃しの三振という ね、うん、もう見事だったよ、こうやってピッチャー頑張ってたんだけどもね、うん、ワンアウト一塁で2人の左バッターを三振に取ったとこなんか見事だったんだけどもね、うん、まあだけど、まあ、最後な、うん、まあ、こういうドラマが起きるという、でもそれを演出したのが、まあ、最近の粘りだよね、うんうん、で7回、はい、109球、うん、6安打4三振1四球の、1失点という、うん、で防御率が 1.12 というね、はい、まあ、見事だったなっていうふうには思います。はい、はい、まあちょっと神がかってるけども、うん、でもね、なんかこういう勝ち方って勢いにつながっていくんだよね、本当そうですよね、うん、だから2試合目、はい、4対1、うん、ね、阪神、はい、でこれは阪神が村上初回に先制タイムリー、うん、はい、ね、うん、で4回には阪神の攻撃、はい、野口、うん、プロ入り初スタメンなんだよね。おこれね、うん、右ピッチャーの奥側が来るから、うん、島田を使ってくるかなと思ったんだ、はい、そしたら野口できたんだよね、うん、この野口がセンターに同点タイムリーというね、これもプロ初タイムリーなんですね。そう、初タイムリーだよね、うん、まあ、見事だね、この選手はプロ初スタメンでプロ初タイムリーということでね。そうだね、しかも同点という、はい、貴重なね、うん、はい、で5回奥川の暴投、うん、ね、6回には大山佐藤の連打でワンアウト1・3塁から野口がショートの深い位置にショートゴロを打って追加点というね、うん、これもね簡単なようだけど、うん、まあ例えばワンアウト1・3塁、はい、外野フライっつっても
甲子園って風があるし難しいんだよね、うん、でもこういうことで加点ができるっていうのはさ、うん、やっぱ素晴らしいなと思うよね、うん、でそのショートゴロ、まあ、セカンドアウトになって野口が残る、はい、ね、ダイソー島田、はい、野口選手に代わってね、はい、で坂本がフルカウントにフルカウントを作る、はい、で自動的にスタートになる、はい、で坂本が、まあ、ツーベースを打って一塁から帰ってくるという、うん、これねやっぱ強い時の阪神のなんか点の取り方になってきたなっていうね、なんかこういやらしさの中に、まあ、長打を交えてあの点を取っていくというね、だからこういうことができるようになってきたなという、うん、だから野口が打ったタイムリーもゲッツー崩れというか、うん、ゲッツーがヤクルト取れなかったんだよね、うん、ちょっとジャックルして、はい、それでランナー残ったところを野口がタイムリーを打つとか、だから相手のミスに乗じてっていう点の取り方もできるようになったし、あの坂本選手ね、タイムリー打ったのね、いやいや野口がね最初に打ったランナーの残り方よ、うん、ああなるほどなるほど、そう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 、うん、だからまあ阪神がちょっと乗ってきたなって、これはあの本物になってきたなっていう感じがしました。なるほど、はい、この2試合はじゃあこの1試合目のサヨナラから勢いついて、うん、まあ、その前の DeNA 戦もそうだもんね、うん、サヨナラ、ね、まあ、ちょっとエラー両方ともミスが絡むんだけどもさ、うんうんうん、やっぱ甲子園というね独特な雰囲気がある、また阪神ファンが背中を押してくれる、うん、その中でやっぱああいうミスを誘発させてくれるというかね、うんうん、まあ、そういうことも考えられるし、ね、うん、まあ、次は ね、バンテリンで中日とってう、ね、まあ、そうだな、はいはい、はい、でその中で大竹、うん、6回83球、はい、5安打4三振1失点というね、うん、はい、やっぱ緩急の使い方は抜群にうまいし、うん、無駄なフォアボールは出さないという、で奥川、はい、ね、5回93球、うん、3安打、うん、2三振2四球1つのデッドボールの2失点という、うん、奥川ね今日この日はね苦しかったんだよ、はい、変化球が入らないんだよ、うん、でやっぱり、ね、手も出してくれないんだよ阪神のバッターが、はい、まあ、その中での組み立てで5回を2失点よくまとめたなと思ってさ、はい、阪神打線もあの状態が良くなってきてるからね、うん、それを考えたら、まあ、奥川のやっぱこう非凡さが、うん、垣間見れたね、まあ、投球だったなっていうふうに思います。なるほど、はいはいはい、ということで、阪神が2勝というね、はい、さあ DeNA 対中日、うん、ね、石田東平、うん、これが DeNA、はい、中日が小笠原松木平、うん、メヒア、はい、ね、はい、1試合目6対5サヨナラ、うん、ね、ね、延長11回ですね、はい、オースティンが延長でサヨナラホームランというね、うん、2回佐野が先制スリーラン、そう、これは効いたね、見事なホームランやったな、うん、まあもう弾丸ライナーというかね、うん、まあ、そういうので、まあ、佐野も本当に調子が上がってきてるというか、そうですね、右も左も関係ないね、うん、今はね、はい、はい、で4回には山本雄大、ねえ、ね、ソロホームラン、本当素晴らしい、ね、で4点と、うん、ね、まあ、6回には藤島が井上、代打井上に満塁から押し出しのフォアボールという、6回の裏裏ね、まあ、先に言うとね、うん、DeNA ね、うん、はい、この1点っていうのはね微妙に効いてくるんだよね、うん、そうね、そうそう、そうですね、でね6回、うん、その表ね、うん、ちょっと話が前後するけども、はいはい、福永、細川、連打、はい、カリステが犠牲フライ、うん、で板山がツーランホームランで、うん、まあ、3点取るんだよね、うん、で1点差に迫るというかね、そうそう、はい、で7回岡林のタイムリーから福永、うん、ワンアウト1塁レフトへタイムリーで同点、はい、なお満塁になるけども、その後にねカリステがダブルプレーという、うん、ね、立ち上がりからねこれでカリステのこのゲッツーで4つかな併殺が、うん、もう1、2回併殺とかね、うんうん、1回2回、うん、共に併殺とか、まあ、そういうことがあるんだけども、でまあ延長になって、はい、オースティンがサヨナラとになる前に、はい、もうビッグプレーがあったね、うん、11回の表、はい、ね、その裏にオースティンのホームランが出るわけだけども、
本当はね中日が多分勝ってんじゃないかなと思うような試合運びだったんだよ、うん、でリュークが2塁打で出るんだよね、うん、そうですね、うん、で高橋周平にどうするかなと思ったら、うん、バントの構えさせてるんだよ、うん、あこれやっぱ1点差勝負やし、まあ、送ってくれやろうなと思ったら、うん、初球ボール、うん、それは山本雄大ワンバウンドをもう取ってから素早くワンバウンドスロー、うん、ドンピシャ、ね、リュークアウト、ね、なんでやねんと中日からすると一旦ねセーフっていう風な判定が出て、うん、そうだね、うん、リクエストでね。ただねリュークのその リードの取り方っていうのがジャンプするんだよね。最初のリードね、そうそう、うん、気が抜けるんだよね、上に行くんだよね、はいはい、下にないとバッと戻れないんだよね、うん、だからそういう意味ではちょっと、うん、まあでも山本が素晴らしかったな、あの送球は、うん、まあ不正だよ。もうなんか取った京田選手もね素晴らしいタッチでしたよね。いや素晴らしい、うんうん、それと高橋周平が、はい、その後フォアボールと、うん、ね、そしたら宇佐美とのエンドラン今度は、はい、やっぱ仕掛けてくるよね中日としたら、うんうん、そしたら山本雄大が高橋周平を刺すというね、もう本当素晴らしい、うん、ただね宇佐美が空振りしたら、うん、やっぱ周平は刺されるよ、まあね、まあ足の速い選手ではないし、うん、エンドランということでさ走ってたらね、うん、だからまあこういうビッグプレーがやっぱサヨナラを生んだなっていうね、うん、まあ、感じがしました。本当ね、ここで点が入ってたらもう全然違う流れになってますよね。まあ、そうだね。でもまあ中日は追いついて勝ち越すチャンスがあっただけに、うん、まあ立ち上がりからのダブルプレー4つっていうのはいただけないし、うん、ちょっともったいない試合だったなっていうようなね、うん、まあ、そんな感じはしたよね、うん、はい。でその後のオースティン選手のホームランは素晴らしかったですね、はい、まあ、これも雄大のおかげと雄大のおかげタオルね、そうそうそう、いいですね、はいはい、で2試合目が、はい、3対0、うん、東完封という ね、 ね、まあ、9回124球、うん、7安打8三振、うん、無四球無失点という、ね、素晴らしい、まあね無駄なことしないね、本当ね。で開幕から8連勝、はい、ね、これはもう記録です。でハマスタ11連勝、うん、これも記録に並んだということで、まあ、その中で2回山本先生タイムリー、うん、打つなすごい打ちますよね、あ、まあ、この後も打って昨日から合わせて6打席、うん、6打席連続安打、すごいね、やっぱ打つ方もしっかり貢献してるというね、何かこうきっかけがあったんでしょうかね。いやもともと自信は持ってるよ、うんうんうん、彼は、うん、でいやバッティングに自信ありますって言うから、うんうん、まあ、あの有言実行というかさ、うん、言う通りにやっぱ打ってくれてるよね、うんうん、で3回、はい、オースティンが 11号ソロ、うん、ね、で4回ノーアウトランナー1・3塁から京田がタイムリーというね、うん、で松木平、はい、中日のね、はい、ピッチャーね、初先発です、この日の先発ね、うん、7回、うん、100球、はい、8安打5三振1四球の3失点、うん、7回3失点、まあクオリティスタートです、はい、ね、それで今言った4回、うんうん、ね、京田にタイムリーを打たれる、まだノーアウト1・2塁、うん、ね、東バント成功、小原ショートゴロ渡れ三振と、やっぱね粘りがあるんだよ、うん、ね、絶対諦めないんだよ、うん、彼は。なるほど、うん、でもうね本当に向かっていくというか、うん、だから一つのフォアボールを出したとしても、うん、無駄なことは絶対したくないタイプなんだよね、うんうんうん、だからいずれは絶対勝てるピッチャーになると思うよね。ただやっぱ最初の投げ合いが東っていうのがさちょっとねなかなか厳しかったですかね。まあ本当に東が安定してるだけに、うん、ちょっと厳しかったなとは思うけども、うん、でもそれに立ち向かっていったね姿っていうのは中日ファンも忘れないだろうし、うん、まあ立浪監督ももう一回絶対チャンスはくれると思うんで、ね、そうですね、うん、チャンスをものにしてほしいというふうには思います。ね、ね、プロ初勝利を見たいですね。そうだね、うん、で東は、まあ、いろんな記録おめでとうございました。いろ
もうまとめちゃうけど、ね、まとめちゃうけど、ね、いろんな記録おめでとうございます、はい、いや本当に、はい、まあ、ここもやっぱり雄大のおかげ言ってますよね、いつもね。でもそこが始まりでしょ。まあそうだ ね、そうそうそう、雄大のおかげで、はい、はい、で3試合目、うん、3対2、はい、さよならです。また、ね、ここでもさよならが出ましたか、はい、初回、はい、ね、DeNA の攻撃、うん、梶原が1番に入ってヒット、ね、オースティンの時に盗塁で、ツーアウトセカンドから牧が先制タイムリー、はい、だけどこれライト前に持っていって、うん、やっぱ肩のいい岡林との勝負になるんだけど、はい、まあ盗塁成功してるような足を持ってるね、梶原の足が勝って、うん、まあ悠々のホームインだったね、うん、まあ、見事な走塁だなっていうふうに思いました。はい、はい、で4回、うん、中日の攻撃、そう、まあ、板山三塁打、はい、細川フォアボール、ノーアウト1・3塁、はい、ね、カリステのサードゴロ、まあ、板山が飛び出す、うん、まあ、ゲッツを下げるためにね、うん、まあ、これはしょうがないんだけどもさ、うん、まあ、ちょっとボールが緩かっただけに、うん、ゲッツを諦めてホームに来たという、まあ、この判断も宮崎素晴らしかったと思うんだけどもね、うん、で板山がアウトになる、はい、でワンアウト1・2塁、うん、ここでやっぱ高橋周平が、やっぱさすがだね、高橋周平、まあ、センターにタイムリーを打つというね、ワンアウト1・2塁ね、はい、うん、で同点になるという、はい、でワンアウト1・3塁から、うん、まあ、バッター石橋、まあ、何かあるなと思ってたんだけども、うん、まあ、やっぱりやってきたセーフティースクイズ、ね、勝ち越しというね、これが成功してね、はい、はい、で8回、DeNA の攻撃、うん、1点負けてて山本がノーアウトでランナーが出る、うん、ヒットでね、はいはい、でダイソー森、山本変えたんだよね、おでダイソー森、ね、で続くバッター京田、うん、バン1点負けてるからバントかなと思ったら、うん、強気に強行に来るんだよね、うんうんうん、で見逃しの三振で、うん、森が走ってて、うん、三振ゲッツーを食らうんだよ。そうですね、あーこれはもう流れ的に、うん、ちょっともう無理かなっていうふうに思った。この回の頭からピッチャーが松山投手に変わってるんですよね、まあ、そうだね、うん、でなぜかというとさ、うん、9回にはマルティネスが投げてくるでしょ、ね、ああこれはもう今日はちょっとダメかなと思ったんだよ、うんうん、で9回も2アウトから、はい、まあ、オースティンやっぱ迫力あるんだな、うん、やっぱ一発も打たれるんじゃないかというピッチャーの警戒心もあるんだろうけども、うん、まあ、フォアボールを取った、うん、でダイソー知能で、はい、4番牧、はい、でライトへ、同点のタイムリーツーベースという ねもう本当に必死に打ってたっていう感じがするよ。もうこれマルティネス投手からっていうのもまたすごいですよね。そうだね、うん、これ抑えたらあの200セーブだったのかな、まあ、そういうプレッシャーもあったのかもわからないけども、うん、いやでも見事な攻撃だったね、はい、うん、で、まあ、同点、ね、同点でね、はい、はい、で延長戦、はい、はい、で、まあ、10回、うん、佐野が先頭打者で2塁打 DeNA ね、はい、はい、で戸柱が送り、うん、まあ、そのまま強打を送るんだよね、ワンアウト3塁でね、まあ、左ピッチャーだったんだけどもさ、うん、まあプロ入り初のサヨナラタイムリーという強打選手、強打がね、またここでも劇的なサヨナラになりましたよ。いや劇的だな、うん、ただねこれ中日の方を振り返ってみると、はい、もう2対1であれ勝ち切るしかないんだよね、うん、でカリステにその2対1で守備固めを出してるけども、うん、これも仕方ないんだよね、うん、でマルティネスがやられたらもう諦めるしかないというかさ、ねえ、うん、ただね、うん、俺が気になったのが10回、うん、まあ、中日の方も DeNA の方もそうなんだけども、うん、あっさりしてるんだよ中日の攻撃が、あ攻撃がね、うんうん、森原が1回8球で終えてんだよ、あの10回表の中日の攻撃ね、はい、で先頭打者岡林が初球を打ってるんだよね、はい、でね同点に追いつかれて流れが悪い時にこれ初球でアウトになると余計に流れが悪くなるんだよね、逆を言うと乗ってしまうんですよね DeNA ね、はい、それで森原がピシャーっと行くんだよね、はい、8球で、うんうん、だこの流れがやっぱり10回につながったと思うんだよ、10回裏の攻撃ね、そうそう、うん、9回から10回、はい、で10回裏に、はい、うん、
だから非常にもう中日にとっては痛い負けだねこれはね。ねえ、うん、また10回表の中日の攻撃の最後は見逃しの三振っていう、ね、そうなんだよ。でもね素晴らしいボールだった、うん、あれはね手が出ないんだろうけども、うん、まあだから森原が素晴らしかったというそういう攻撃のリズムをまた作ったということだよね、うん。まあ、それとねこの中でも、うん、ディアスがピンチをこう作る場面があるんだけども、はい、まあ、三浦監督スッと変えるんだよね松本に、はい、でワンアウト一二塁、うん、でバッターは細川とカリステを迎えるんだけども、はい、これを抑えるんだよ松本投手。ああ、うん、まあここら辺からちょっと流れも変わってきたかなっていうね、うんうんうん、まあ、そんな感じもしました、はい。うん、まあ京田はもう間違いなくヒーローだけども投手の中で言えば森原とかね、うん、まあ、松本がよく頑張ったなっていうふうに思うよね。なるほど。ああ、それでマルティネスが、うん、まあ同点にされるともうそこに勝ちパターンはもういないからね、うん、使い切ってるから、うんうん、だからちょっと、苦しかったな、ね、この試合森原投手が2勝目ということですね、はい。ただねこの3連戦見ると、うん、東が完封してくれてるじゃない、うんうん、森原が昨日休めてるんだよね。なるほど。3対0でね、はい、だから今日見逃しの三振って言ったけどさっき、うん、ちいちゃんが、うん、素晴らしいボールだったって言ったけど、うん、あの球が多分出せるんだと思うよ。なるほど。これが連投だったらどうなってたかわからないし、うん、だからやっぱこう3連戦を振り返るっていうのは面白いね。こういう流れがわかるからねえ、はい、まあ、ピッチャーのね細かなそういったあのコンディションとかね。そうだね、うん、まあ明日から巨人そう、ね、なんかもうこれ首位のチームというかね、うん、まあ、一応 DeNA2 位という形ですけどゲーム差なしなんだよね。なし、うんうん、で岡本はねいい感じになってきてるけども、うん、まあちょっと2日間ゲームをやってないんだよね、うんうんうん、いい休養に当たってればいいんだけどもちょっとゲーム感という意味で、ね、どうなのかなっていうのがあるし、ね、この暑さの中で休めたのは良かったりするんでしょうけど、いや、 やっぱ良かっただろうなとは思うね、うんうん、まあ、それと DeNA の方は、まあ、明日からドームなんで、はい、まあ、少しね外でやるゲームよりは楽かなという、うん、それと勢いを持ってね、そうそう、まあ、臨めるということで、まあ、明日からちょっと面白いかなっていうふうに思います。というようなセ・リーグでした。はい、はいはい、続きましてパ・リーグです、うん、はい、はい、パ・リーグはね前回の2試合ずつということでした。はい、なので3連戦ではなく2連戦を振り返るになるんですが、はい、オリックスとソフトバンクはオリックスが2連勝、うん、はい、ロッテと楽天は1勝1敗ずつ、はい、はい、西武と日本ハムは日本ハムが2連勝で、まずオリックス対ソフトバンク田島宮城、うん、ね、ソフトバンクは有原東浜、うん、ね、1試合目3対0、はい、ね、オリックス、はい、まあ、初回は森の先制タイムリー、うん、まあ、3回には、ソフトバンクのセカンドのエラーでね、はい、まあ、追加点を取るんだよ、うん、で6回目は宗の内野ゴロの間に追加点という、うん、まあ取り方と有原がね決して悪いことでは全くないんだけども、うん、はい、点の取られ方がねちょっとねちょっと乗り切れない点の取られ方をしちゃったかなということと、うん、この田島、はい、やっぱ潜在能力というか持ってる力は素晴らしいなと思うピッチングを見せてくれたねこの日は。本当いつ見てもポーカーフェイスというか、ね、いやそうなんだよ本当に。いやただね、うん、この日はねものすごい表情に出してたんだよね、うん、気持ちを。で7回95球、はい、3安打4三振1飛球の失点という、うん、だからなんていうの田島もこんなに感情を出せるんだって思うぐらい、うん、やっぱ向かっていってた。やっぱね周囲のチームに投げてるかつてはっていうか去年までのチャンピオンチームだよね、うん、なんかその誇りを持って投げてる気がしたね。なるほど。だから見事なピッチングだったよ、うん、それと4番に入る森ここ10試合連続ヒット、ねね、この間の打率が4割4分4厘すごい、ね、1本のホームラン、うん、7打点というね、うん、まあ見事だよね。まあ春先っていうのはあんまり良くなかったんだけどもさ、はい、だから怪我して開けて帰ってきたら素晴らしい活躍になってるね。なるほど、はい、この指名打者っていうのもねもう
慣れたというか、まあそうだね、うん、まあ指名打者もありながらキャッチャーもあり、うん、まあ、ライトもありということでね、うん、まあ、3つのポジションをこなしてるけども ね、 ね、でこの日の有原、はい、7回118球6安打3三振2四球3失点というね、うん、まあだけど3失点って言っても実質は1失点みたいなね、まあそんな感じだよね、うん、でも本当に安定してる、ね、このピッチャーは。それとソフトバンク4安打、はい、田島が1番から5番までノーヒットに抑えるというね、すごいね、うん、だからやっぱり上位打線をぴっしゃり抑えたというね、うん、まあ、見事な田島の投球でした。で2試合目、うん、4対3さよならさよなら、うん、うん、まあ宮城対東山なんだけども、はい、まあオリックスこの試合を勝って5割復帰、うん、やっと来た、やっと来た、うん、まあオリックスは上がってくるよっていうふうには言ってたけども、うん、来ましたね、やっとね、来たね、うん、で初回、はい、森が犠牲フライで先制、うん、やっぱ森打つね、なんかね、いつも打ってる気がする、うん、ここのところ、まあ、そうだね、うん、で2回には杉本がセンターへタイムリー、はい、これ杉本も来てるよ、来てますか、引っ張りだけじゃなくて、うん、やっぱね、しっかりボールを見極めて、うん、コースに打てるようになった、うんうん、ヒットゾーンが広がった、なるほど、あそういうヒットだったね、うん、まあタイムリー二塁だというね、うん、で4回、うん、ソフトバンクは山川14号ソロで追撃を始めて、うん、で5回ワンアウトから今宮を周東が、まあ、送るような形になって、はい、栗原がタイムリースリーベースという、うん、まあ、同点という ね、 ね、だからね、ここら辺ね、国分監督も勘がいいなと思うのは、うん、やっぱりね、送るところは送ったりとか、うんうん、やっぱツーアウトになってもね、進めとくとか、まあ、そういうことは手堅く本当にやってくる監督だよね、うんうん、で、8回、まあ、同点から、はい、栗原がソロホームラン、ね、で、やっと頭を抜け出すんだよ、ソフトバンクがね、この時に宮城投手からピッチャー変わってますね、そうだね、小田島投手に、はい、はい、ね、もう弾丸ライナーというね、うん、プロ入りして初被弾を浴びるという ね、 ね、で9回、はい、で抑えの松本が上がって、うん、ね、あの、うん、はい、で先頭西川ヒット、はい、森が初球をセンター右へ、はい、でダイソー小田三塁を、ね、狙うけどベースを蹴ったところでこけちゃうんだよね、うん、これ1・3塁だとさ、ノーアウト1・3塁と思ったら、うん、ノーアウト1・2塁しか進めなかったんだよ、うん、いや1・3塁だったらもう同点になるなって思ってたんだけど、うん、え、こけちゃったみたいなで、ノーアウト1・2塁になるんだよ、はい、で、紅林、うん、これ送るしかないなと思ったら、うん、また初球、うん、バスター、うん、これが決まってノーアウト満塁、ね、この間に森と紅林に用意した球数が2球、うん、西川、ね、入れてももうあっという間の満塁されるんだよ、ね、で宗がデッドボールで頓宮がライトへ犠牲フライという、ね、まあ、さよならということなんだけども、なんかこう最後ちょっとなんかねちょっとまあ、ねやっぱり岡田監督同様ね、うん、中島監督もやっぱチームの状態が上がってきたから、うん、動けるようになってきてるね、なるほど、うん、だから紅林の、バスターとか、うん、やっぱ小田がこけた時点で紅、うん、林に送らせるよりは打たした方がいいっていうふうに思ったんじゃないの、うん、1・3塁だったら もちろん紅林はヒッティングなんだけども、うん、ノーアウト1・2塁になった、本当は1・3塁になるのにって、うん、まあ、いろいろ考えたと思うんだけども、はい、いや見事にその作戦が決まるというね、うんうん、だからやっぱ監督の作戦が決まりだすとやっぱチーム状態が良くなるよね、うん、だから先ほど話した DeNA もさ、うん、強打は全くダメだったんだけど、うん、やっぱ三浦監督が言ってた悔しそうな顔を見て、うん、いや立たしてやろうと思ったって、なるほど、なんかするんじゃないかという感がひらめいたというね、うんうん、やっぱりこう中島監督も多分そうだったと思うんだよ、うんうん、だから見事にこういう作戦が決まり出しているオリックスは、うん、やっぱもうちょっと来るね、なるほど、はい、はい、ただ次はロッテ戦なんだよ、うん、
ロッテがまた状態が良くなってきてるからね。なるほどね。だからいい勝負になると思うけど、はい、まあそういう2連戦でした。はい、この日は日本ハムから来た吉田輝星投手が2勝目。ああそうだな、うん、いや吉田輝星も本当にいいテンポで投げてたよ、ね、うん、だから攻撃のリズムを作ったと言っても過言ではないね、うんうんうん、吉田輝星 ね、 ね、はい、勝ち投手になったな。勝ち投手になりましたよ。あ、よかったね。はい、よかったです。はい、はい、で次はロッテ対楽天、うん、ね、メルセデス石川で楽天は内と松井、うん、ね、4対2楽天、うん、はい、初戦は ねで初回ツーアウトから、うん、ね、楽天の攻撃、はい、まあ、辰巳がソロホームランで先制。そう、まあ、メルセデス悪いとは思わなかったんだけどさ、うん、なんか辰巳ガツンとやられてからあれと思って、うん、まあ、浅村にフォアボール、はい、で続くフランコがツーランホームランであっという間に3点取られるんだよね、うんうん、で2回にもワンアウト2、3塁を楽天は作るんだけども、うん、得点ものにできないという、うん、だからここら辺だろうね。交流戦の時はこういうチャンスの時は絶対ものにしてたんだけどもさ、うんうん、だからこういうところがちょっとね交流戦後、うん、ちょっともたついてる原因の一つかなっていうふうに思うよね。なるほど。ね、しかし9回、はい、中島大輔、うん、二塁打、送って、はい、小郷がタイムリーというね、うんうん、で貴重な4点目を取ったという、はい、まあ初回の3点だけではねちょっと怪しかったんだけど、うん、まあ、9回中村がね2号ツーランを打ったんだけども、はい、まあでも小郷のタイムリーが効いてるという、うん、その中島大輔、はい、ね、青山学院、うん、から入ってるんだけども1年目ね、1年目のね、うん、非常にいいバッティングしてるね、まあ、それやっぱなんかこう、まあ、全日本でもキャプテンを務めるぐらい、うん、なんかキャプテンシーがあるんだよねこの子には、うん、まあ、だから本当にこういう人たちがうまく育って、うん、まあ、チームを引っ張っていってくれるといいなっていうような感じがする。ね、足も速いですね。足も速い。もういや、うん、本当に。だからいい選手がまた出てきたなっていう。本当に。いうふうに思います。はい。でこの日は内、うん、ね、ピッチャー。はい。5回3分の1、94球、5本のヒット、うん、2三振、はい、1四球の無失点というね。はい、まあ、やっとなんかこう内らしいというか、まあ、投球を見せてくれたなという。うん、いつも大事なところでパカーンと行かれる。でも今日この日はなかったというね。4勝目、はい、ね、まあ、10勝目指せね、頑張らないと、ね、うん、でこの試合ロッテは気が、うん、感じたのは、うん、なんか角中と荻野ね、このベテラン2人が一つのポジションをね、ま、なんかこう埋めてるというか、うん、で角中もヒット打つし、荻野もヒット打つしみたいな、うんうんうん、やっぱこのベテラン2人は健在だなっていうふうにはね、うん、また思わせてくれたね。なるほど、はい、はい、で2試合目、はい、これはね試合振り返らない、なんかとんでもない点数になりましたよ。18対5ね、あまり見ないスコアですけれども、はい、はい、まあ、初回、うん、8者連続得点、ロッテね、ロッテ、うん、ね、ワンアウトが取れない。先制はね、楽天が一回表にしたんですけどね、もう吹き飛ばした ね、もう初回8者連続得点、うん、プロ野球タイ記録、これはね記録上5度目になるらしい。あるんだね、こんなのがね、あるんですね、まあ、確かにたまにねすごい点差開くゲームありますけどね。そうだね。で6人が猛打賞、うん、これがね記録上6度目だ。こんなにあるの。そう、あるらしいよすごい、うん、6人が猛打賞だからね。豊さんの記憶にある自分がプレーしてた頃とか。いや21点か2点は取られたことあるなその中ででも6人は猛打賞なかったと思うね、うん、それもすごいけど、この試合は18得点21安打、うん、ね、でプロ野球、まあ、5度目、うん、タイ記録だからね、うん、で打った誰が打ったか、誰がとか、はい、高部、うん、小川、はい、外、ポランコ、うん、角中、うん、田村という、うん、でその中で外は4打田村が6打点というね、すごいね、うん、まあすごい記録ずくめで、うん、まあ、そういう試合でした、はい、ね、
で石川先発の、うん、でもねこれだけの点を取ってもらいながら、うん、まあね気が抜けたと思うよ。えこれいいのみたいな初回でだって打者一巡してはノーアウトだもんまだ、うんうん、で石川は6回89球、うん、7本のヒットに2三振、うん、1四球の2失点、ね、やっぱりしっかりゲームを締めてるよね、はい、だからまあそういう面では大量点にすがらないで自分のピッチングをしてくれたということでね、うん、はい、まあそういう試合でした。はい、はい、で最後、うん、西武対日本ハム、はいね、渡辺西武は、はい、渡辺青山、うん、で日本ハムは山崎金村、うん、はい、ね、日本ハムは、ね、連敗中で西武とどう戦うか、うん、あ食われるようだったらもう沈むと、ね、でも勝ったらもう一回チャンスはあるというふうな戦い方で、まあ、連勝したということで、そう、ね、はい、まあ、最初の試合が4対1と、はい、延長戦でしたけれども、そうだね、はい、で4回、うん、伏見の内野ゴロの管理戦ですね。6回、西武ワンアウト1・3塁から西川タイムリー、うん、ワンアウト1・2塁になって外崎がダブルプレーというね。で1対1のまま延長戦に入る ね、 ねで10回、うん、日本ハム、はい、はい、タミヤがデッドボール、うん、で石井が送り、はい、水谷ヒット、うん、ワンアウト1・3塁、はい、まあ、一塁ランナーをダイソー磯畑に変えるんだよね。そうそう、水谷選手からね、はい、うん、でその磯畑スタートしました、はい、さあ万波が打ったんだよね、ショートゴロに痛烈な、うんうん、セカンドに送るけどもセーフ、うん、まあ、一塁に送られてアウトということだったんだけども、うん、磯畑の足は速いねやっぱあ、いやあの打球でね、まあ盗塁走ってたっていうこともあるけども、あれでセカンドセーフになってくれるといいよね。でね、もういつの間にかいますよね。 そう、でその間に、まあ、得点を取ったという、うん、でこの1点で終わらないのが普通の日本ハムだったんだよ。普通の日本ハム、あの強い時の日本ハムだったんだよね、うん、で続く清宮、はい、やっと出た、来ましたね、はい、1号ツーランでこれ、まあ、3点を取るという、うん、まあ、これで大体勝負は決めるという ね、 ね、うん、まあだからまあ、延長10回になって、うん、まあ、日本ハムらしさがね、うん、まあ、足も絡めながら、動きながら、うん、あ、また長打も絡めて、はい、まあ、得点をしたというね、うん、まあ、らしさがちょっとずつ戻ってきたかなという感じがするね。ね、もうここら辺でこうね戻ってこないと、いや、もう大変なことになります。で山崎6回3分の1、はい、うん、97球、うん、7安打5三振、1失点というね、はい、で一方渡辺がまた良かったんだ。渡辺裕太郎投手、そう、8回105球、うん、6安打2三振、まあ1つのフォアボール1つのデッドボール、うん、1失点という。渡辺大光監督は怒ってたね。怒ってた、まっすぐ行けって、うん、やっぱね、渡辺久信という投手は、うん、もう困ったらまっすぐでグイッグ押してたピッチャーだけに、うん、いや、やっぱりね、自分に重ねてる部分はあると思うよ。 そのぐらいのことができるっていうふうに、うん、渡辺には期待してると思う。あの渡辺裕太郎投手もね、そう、うん、いや、だからまあ変化球でかわすっていうよりも、うん、苦しい時こそ腕振ってまっすぐでいけみたいなね、うん、まあそういうことをこうベンチの中で多分伝えたかったんだというふうには思うね。なるほど。でもまあ見事だったし、うん、渡辺の投球はね、うん、だけど日本ハムの10回の攻撃っていうのは見事だったというね。はい、はい、で2試合目は6対1日本ハム、うん、先制は西武、そう、初回にね、はい、源田の二塁打、西川タイムリー、うん、ノーアウト一塁、外崎がダブルプレー、はい、もうさっきその前の試合も言ったね、うん、西川タイムリー、外崎ダブルプレー、うん、外崎もうちょっとね頑張ってほしいな。もうね、勝てないから力み上げてるんだと思うんだけどもう本当に力み上げてるんだよいや本当にそれがね、やっぱね、もう本当ゲッツになっちゃうんだよ、うん、
それ気持ちはわかるけどさ、もう一つ冷静に言ったら実力があるバッターだけにね、もうちょっとなんかこうやりようがあるんじゃないかなっていうふうには思うよね、うん、はい。で金浦7回、はい、112球、うん、5安打6三振3四球の1失点、はい、で青山6回3分の1、うん、青山もよかったね、うん、91球、3本のヒットに 4つの三振、うん、2四球の1失点というね、うん、でなかなかやっぱ青山から点が取れなかったんだけども、まあ、7回、うん、郡司の犠牲フライで同点、はい、で8回、うん、万波ヒット清宮、フォアボールで4番マルティネスに回ってきて、ワンアウト1、2塁から、うん、やっと出たスリーラン、ね、で勝ち越したというね、うん、でこれで終わらないのが9回2アウト満塁から清宮がタイムリー、はい、まあ、悪送球の間に、まあ、2点目を取って、まあ、都合6対1になったというね、うん、まあ、先発に勝ちがついたんだよ。まあ1試合目も山崎福也いいピッチングしながら勝ちがつかなかったという、うん、なかなかねここのところ日本ハムの先発ピッチャーに勝ちがつくということはあんまりなかったんだけども、うん、やっぱ金村がついたね、はい、よかったと思って、うんうん、で、ね、清宮とマルティネスが乗ってきてる。そうですね、まあ、これはねやっぱ日本ハムにとっては朗報だし、うん、ね、あとは万波水谷とかあと水野がいつ帰ってくるかだな、ね、そこですね、うん、まあまあでもまあ良かったなっていうふうには思います。はい、はい、ということでね、まあオリックスとね、うん、まあロッテとオリックスか、ゾゾマリンでやるのかな次ですか。はい、そうね、そうゾゾマリンでロッテオリックス、まあこれはねやっぱ面白い試合になると思うよ。日本ハムソフトバンクエスコンで、まあ、そうだね、うん、まあここは日本ハムもう一回踏ん張りところだね、うん、楽天セーブですね、はい、まあ、そうだね、うん、はい、まあまあね対戦相手っていうのはもう日々変わっていくけども、うん、やっぱその都度その都度ね絶対勝たなきゃいけない時があるんだよ ね、まあそれはやっぱり日本ハムもそうだし、うん、オリックスもロッテとね、うん、このまま5割キープしてそれ以上行こうと思ったらロッテを倒さなきゃいけないし、うん、ね、巨人と DeNA はどうなるのか楽しみだし、うん、ね、いや本当に楽しみなカードがね、まあ、続きますね、はい、ただちょっとね明日天気あんまり良くないみたいで、ね、まあ、そうなんだよな、うん、どうなるんだろうって、まあ、天気には勝てないからね本当ね、はい、まあでも DeNA あの巨人対 DeNA はドームなんでね、うん、まあ、やるし、そう、ね、バンテリンもドームだし、バンテリンもドームだし、マツダスタジアムと、はい、ゾゾマリン楽天モバイル、この辺が、まあ、そうだな、天気がどうなるのかなっていうところですが、まあそうだね、はい、まあやれることを祈っておりますね、まあ、本当にあの面白い試合がね多くてね、楽しませてもらってます。さよなら延長多かったですね、まあ、そうだな、うんうん、まあね、オールスターまでもうちょっと、はい、ね、頑張ってください。はい、はい。